おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、最近朝遅いから久しぶりに見れた。うん、ありがとうございます。関東民だけどさっきザーザー降りだったのに今やんどる。おお、よかったよかった。また振ったりすんのかな。どうも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 。時間お久しぶりです。あ、なんかおすごい、なんか遅刻してない。ね、珍しく感じる。台風大丈夫なんかな、関東の人ね。今日関東一日雨みたい。うわお、台風大行とか関東の関東方面の方はマジで台風気をつけてくださいね。今日8月16日姉の美穂出て卒業、吉田香里さんの誕生日です。へえ、そうなんや、おめでたいですね。だよ、太郎も生えてる。でもありがとうございます。昨日ゼップ、明日甲子園、明日ゼップで太鼓で、ね、うわ、確かに昨日と明日は立ちです、立ちですか、立ちですもんね。ありがとうございます。これからガンガン降りますよ。特に千葉、茨城県はやばいらしい。へえ、雨も土砂降りですか。気をつけます。見そうだったら助けて。大阪から東京で助けます。大阪からハンディファン忘れたから待機列つらさは、それはやばい。熱中症にならないようにね、お気をつけください。ディスレイ楽しみ、ワクワク。やった、雨も楽しみ。愛知は、あ、愛知は晴れなんや。すごい、もうそんな変わるんやね。
どこどこですか。大阪もちなみに晴れっぽいけど、昨日はめちゃくちゃ雨降ってた。大阪もなんかびっくりしたもんよ、ほんまに。なんか急にさ雨の音し始めたからさ、なんか雨の音っていうか雨っぽい音、ザーザーザーっていう感じの音よりかは、その雨が ぶつかる音、窓とかにぶつかる音がしたから、外見てみたらめっちゃザーザーやったから土砂降りやった。びっくりした。よかった、その一瞬でも、なんかほんまに一瞬で降って急に降って一瞬で止んだっていう。でもそう夕立やってん、マジで。あの夕立並みの速さやってん、速さと。でもな、めちゃくちゃ早くて、時間的にはもうお昼とかやったから、今日と明日くらいが暑さのピークっぽいね。うわ、おまえがまあでも暑ければ暑いほど会場が涼しくなると信じて。そうですね。風が出てきた気がする。ああいいね。朝はさまだちょっと風があるからね。昨日の待機列がやばかった。え、もうあっちっちですか。もういっぱい降ってくれたらそういうからね。 でもコンサートの日に雨は本当に嫌だ。髪の毛が湿気で爆発しちゃうのよ、本当に。もうって感じ。傘とかもさ荷物になるしさ。です、あのマジで。でもこうさ、コンサートだけじゃない、公演の日、雨の日の公演とかほんまにやばい。湿気で息が、そう湿気と、湿気なんかそのムワムワしてるから、まあその今回はまあまあまあ公園より広いから全然まだマシな方かなと思うけど、その分の人も多いから。待機列で倒れちゃうよ、気をつけて。ダメだよそれは。明日お昼になる。あ、そっか、明日お昼公園やから。次世代はそう、てか宮本も蒸し暑い方が苦手なのよね、個人的に。だから雨は降らない方が嬉しい。そのうち髪の毛パヤパヤなる。じゃあぎゅうぎゅうでな、欲しいなって、息欲しい。確かにスタンディングか、そっか絶プ、そっか今回スタンディングやからやばいね。わあ、うん、椅子が、席が決まってないから、あのもうぎゅうぎゅうになるからね。確かにやばいね。グッズ携帯の15分間だけ夕立だった。あ、結構ベストタイミング良くないほどベストタイミング。昨日全然と中身リアちゃんみたい、あみちゃんの友達だと思ってた。あみちゃんのお友達です。席がないから手洗いに
手洗い、お手洗いにも行きにくい。あー確かに。そう、自分がそこを離れたら詰められちゃうかもしれへんもんね。ほんでベストポジやったらちょっと誰かに取られちゃう。しまた入ってそこに戻るのもあれやし。手洗い行きがたいから水分控える、熱中症でフラフラの悪循環。うわー悲しいね。ゼップって荷物どうなってんのかな。あれなんかもう劇場みたいな感じでそのうちわとかペンライトとかだけ持ってみたいな感じで、もうねまださ近場祭とか。なんかまだその曲数がフェスとかやったらまだ曲数が少ないからさ勝ちはいいかもやけど、今回コンサートやから、しかも4公演。皆さんちょっと終わったらもう足むパンパンになるかもやけど、いっぱいそのもうマッサージしてお湯使ってもう疲れを癒してあげてください。でも大変です。多分足元に行く。ああなるほど、荷物はロッカーあるよ、みんな軽い。くそ、あもうもともとね軽く着てるってこと。スカッパの大抵でねらしいですね。おはようございます。サマーラブ頑張れやで。ありがとうございます。私は明日なんですけど、近っぽまじ、あ待ち時間、確かに早く行かないとね前がね埋まっちゃうし、でもだからといってたら、ギャザーザーまだ降ってきた。え東京ですか。アミちゃんのパジャマのブドウバージョン持ってる、今着てる。マジこれ あのねアミとお揃いのやつよ。だからアミともお揃い、あやみともお揃いになる。朝マックな、えー、いいな裏山、裏あ神奈川県、あ関東か。気をつけて皆さん、雨歌って踊ってみんなに比べたらこっちの足なんだよ。でもさあやみたちはさその公演の何出演、公演中にじゃコンサート中に出演のさ合間合間にさあのなんか水飲んだりトイレ行ったりさなんかまあ着替えたりいろいろできるけどさ、もうそのファンの方はみんな立ちっぱなしじゃないですか。でなんかトイレとかもあんま行きにくいし、あしかもなんかその全公演見に行ってる方もいるじゃないですか。まあ私たちなんか1公演だけやからさあれやけど、しかも踊ってさ歌うより立ちっぱなしの方が厳しそう。普通になんか雨たち踊ってる間にちょっと座るふりがあったりとかあるけど、歩いたりした方が。あゆちゃんの配信終わったらペランドで自己公開しなきゃ。えうん公開してください。それであのね白色がピッ
かと分かりやすくなるように電池交換したら白マジで分かりやすいからね、お願いします。192、イエーイ。私身長もねいろいろ関係するよね、スタンディングは。ライブが始まるのまでがしんどいね、始まったらもう楽しさが勝つ、イエーイ。白パワー使うから電池なくなりやすいね。でも白はねすぐなくなってた。あと白を使うさメンバー2人もしてたからさ、白が一番バッテリーいくんやろ。確かに光あれがもうはっきり光らせてるからかな。じゃあファンとしてすごいと、あゆみ全部はないかも。でもスタンディングがないね。公演はでも情報は行ったことあるし、いやもう行ったことある、これほぼ情報、あ情報あるけど、そうよね、あの12周年の他のライブも見てた。あそこどこやった、俺何やったっけ、オリックスか、オリックスも行ったことあるし、情報11周年が情報やったから、11周年ミルヌンさん卒コン夏コンが多分そう初めてのコンサートだから夏コンかな。で12周年がオリックス、ココテンとかも見に行ったから、それであれ12周年ってココテンと一緒か、一緒やな、一緒な期間やな。そうオレンジ白と白一本の型をね押していたので、情報はあでも情報は2回やったけど、ミルルさんの卒コンの時はマジで神席やった。そう何か情報2回ってさ、まあ、こうなってるからさどこにいても見やすいじゃないですか、まあ、前の人と被って見えないってことはないんですけど、それでさらにあみそのステージがここやとしたらこうね客席がこれもうここだったんですよ。もう正面にステージがある状態やって、2階やったけどまああの望遠鏡持ってたから全然見えた。コピーしてる死ぬ。クリーナーさん現職で赤を緑全部開かせからせるのが白いからね、だからすごいってことね。つまりはよく分からんけど、リックちゃんグランキャブあれどっちやったっけ、12あれ12周年ってどこやったっけ。まあでも12周年うんでもどこも座りやったわ。ファヤソニーの時はねまだねギリ知らなかったね、あの NNB を。そうだからそうね10周年のもう終わ10周年終わ
10周年ぐらいかの時にそのまあ知ったかな、好きになったかなっていう。そう、ママはなんていうか古あのもう昔は知ってて、それで一旦離れたけど、何だっけな、10周年かな、10周年のココナさん見て戻ってきたよみたいな感じ、また戻ってきたみたいな、たまたま見つけてあのココナさんを、ね、それでまた好きになった、みもあやみにも布教したっていう。不況っていうか、なんかママがもうよくテレビで見るようになってたから、それでアメもなんか気になって、なんかいろいろ見て教えてもらって好きになったみたいな感じ。じゃあちょっとそろそろ壇上を読もうかし。557が、あ、いる時コナさんがいるとき、そうだからママがそれで NNB 見つけてもう戻ってなかったら、あゆみは全然 NNB になってなかった、今は。でしかも全然知らんかったと思う。では読みたいと思います。いきます。13位みかん屋さん、ありがとうございます。12位だったーちゃんさん、ありがとうございます。11位ヨッシーさん、ありがとうございます。10位たつにんやさん、ありがとうございます。9位たからのさん、ありがとうございます。8位ジョーさん、ありがとうございます。7位ひろっぽんさん、ありがとうございます。6位はねうまさん、ありがとうございます。5位きびだんごさん、ありがとうございます。4位ひーちゃんさん、ありがとうございます。3位せいきさん、ありがとうございます。2位ブリトロさん、ありがとうございます。そして1位はたかまささんでした、ありがとうございます。たかちゃんも、よいしょ。なんだかそもそもママがもともと昔 NNB を知っててくれてたおかげやし、あの NNB をおすすめに出してくれた YouTube さんにも感謝ですね。ママの YouTube のアカウントでも感謝です。今日は16金曜日、たかちゃんだね。うわ待って、明日絶対めっちゃ早いかも。頑張ります。よいしょ。変身した。変身してる。ありがとうございます。目がどうな、びっくりした。目が可愛い。でもまあでもあみちゃんは天目にしちゃいます。かけました。
昼ライブは早いもんね。そう。行きまーす。はい、じゃじゃーん。ありがとうございました。今日の1位は徳正さんでした。ありがとうございます。かわいい猫。ではありがとうございました。また明日もね配信ある早いんですけど、多分めちゃくちゃ早いんですけど、ちょっとよろしくお願いします。はい、また明日はねポストするから何時か分からへんまだ。うん、何集合か分からへんからまだだからまた放送します。多分絶対早いから結構早めになるかも、ほんまに。うん、でもあやめたち5時以降しかできへんからさ、これ朝確か。今は夏休み期間やから8時から4時朝のね、あ、じゃあ夕昼か、日中のはその朝から夜できるけど、そう 20時から5時からはできひんから だから5時以降どこかにすると思います。5時以降の朝やな。ではありがとうございます。そうなんかね、もともとショールーム自体が NNB としては NNB としてショールームするときは5時までやっちゃダメなんやって。12時。そうでは、また明日もよろしくお願いします。バイバーイ。またね、ありがとうございました。